GT500 B 面4分間スタートします。久しぶりの GT のレースだったのでやっとかなきゃという感じでしょうか。そして2番手は杉尾選手、3番手サムライ選手、4番手小森選手。さあ2、3、4は意外とまだ近いぞ。さあ3番手サムライ選手、小森選手、ここは潰し合わずに前を追いたいところだが、さあ杉尾選手も監督だとペースが上がってしまいます。さあと丸山選手、杉尾選手の差が 2.5 秒、そして2番3番の差が 1.1 秒、そしてコンマ3秒遅れて小森選手、あっトップ丸山選手ミスって、杉尾選手を待ってバトルをしたいのかな、丸ちゃんの練習のために。後ろは腹だもん、腹だ。見られてる、見られてる、丸ちゃん。さあ、時間の方は2分を切ったって1分45秒。さあ、トップから3番手、サムライ選手までの差がこの周回でどうだ。トップから3番手まで 2.7 秒、まだ分かりません。2番手杉尾選手ミスったんで2番3番が近いぞ。2番3番の差がこの週は 1.2 秒。さあ時間残り20秒。さあ2番3番の差 1.9 秒、ちょっと広がったか。丸山選手トップ、2番手杉尾選手との差が 1.2 秒、2番3番の差が 2.2 秒、徐々に開いている。サムライ選手苦しいか。1分を切ったところでトップは丸山選手、残り50秒。2番手杉尾選手、3番手サムライ選手、4番手は小森選手。ベストラップで見ると丸山選手が終盤に来て11秒27まで上げます。選手とりあえずトップを狙いに行くか。残り20秒。今待ちましたね。マルちゃんいけるのか。また最後にミスっちゃうのか。どうだ。いやもう一周入った。まだ終わりません。ここでタイムアップ、サムライ選手ゴール、小森選手ゴール、丸山選手、杉尾選手、東梁ゴール、前者ゴールです。トップは丸山選手、2番手杉尾選手、2人が勝ち上がります。イメージこれですよ、濃いな。濃いですよ、めちゃめちゃ濃いですよ。いやあ、関川さん、さっき何がナイスだったっけ。